疲れ様です。お疲れ様です。中山です。ゴーゴール見られました。いやちょっとねコーツ狙ってみました。はい、股がばっかり開いてないんでね、そこを、現役時代にはないようなね、現役時代ってまだ引退してませんけどね、引退って言葉を使うのもはばかるんですけれども、はい、第一線を退いただけです。はい、そこは強調してみてください。そうですね、今日で最後の国立ということですね。まあ、いろんな思いがあると思います。いかがですか。いやなんかね、これだけいいスタジアムをね、また崩してしまうのはね、非常に悲しいですし、もったいないなという気持ちがあって、でこの場所には数々のドラマがあって、その魂の戦いがあり、熱い戦いがあり、そういうものを皆さんも記憶していると思うんですよね。その記憶をまた、じゃあ新しくなったんだったら、そこに皆さんで注入してもらいたいなと思いますね。今数々のドラマが生まれたここ国立競技場、今一番初めに思い浮かぶ名シーン何ですか。いや僕の中ではね、なんかわからないですけど、つぶれやさんのあのオリンピックでの銅メダルのシーンですね。自分以外にしたらね、でも あれがあるからこそ、またその先の日本のね、ここでの戦いが熱く展開されるようになったんですよね。だからそれには感謝していきたいと思いますし、皆さんにも忘れてもらいたくない思い出だなと思いますね。はい、それでは会場に集まったファンの皆さん、観客の皆さんへ一言お願いします。まあ国立競技場新しくなるんでね、そこに皆さんの新しい風を届けましょう。